はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力で活躍されている方の生の声を発信していくようなチャンネルになってます。この動画を見て面白いなと思った方はグッドボタンを押していただき、チャンネル登録もよろしくお願いします。今日はですね、国際協力×医療で看護師として活躍されている島崎さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は島崎さんをこっちゃんと呼ばせていただきますんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速なんですけれども、はい、こっちゃんの自己紹介をいただいてもよろしいですか。はい、皆さんこんにちは、島崎ことこと申します。私は協力隊に行く前は看護師として働いておりまして、その後ニカラグア共和国という中南米にある国で井戸とトイレを建てる NGO で働いてました。帰ってきてからは大学院に進学して、で今また看護師として働いています。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速なんですけれども、こっちゃんがそもそも国際協力に興味を持ったきっかけから聞いていきたいなと思うんですけど、そもそも興味を持ったきっかけって何だったんですかね。私が中学校でバレーボール部に所属してたんですけど、はい、そのバレーボール部の顧問の先生が中3の引退試合の前の時に突然協力隊に行ってくるって言ってなるほど、あ、そうなんだ。そう、その先生エルサルバトルに行ったんですけど、うん、その時の先生も多分3年目くらいの女性のもうバリバリ体育の先生だったんで結構怖い感じの、なるほどなるほど、すごい愛のある先生だったんですけど、その先生が突然ね引退試合の前にそんなことを言ってなんか衝撃的で、先生まで辞めても行く価値のあるものってなんだろうっていうのが最初のきっかけですね。なるほど、そうだったんですね。実際その方が言われるまで JICA 海外協力隊、その時は青年海外協力隊ですけど、そのワードって聞いたことありました？聞いたことは多分あったかと思うんですけど、うんうん、初めてちゃんと調べてどんなものなのかは、はい、その時ちゃんと知った感じです。確かに引退前に行くってどういうことっても思いますしね。いやでもそれぐらい魅力的なところなんだなっていうところも感じ、調べられたって感じですかね。うどうでした、調べた時は。へーって、先生そんなのに興味持ってたんだってい こう驚きもあったし、はいはいはい、私も結構ちっちゃい頃から、うんうん、テレビとかでも海外にすごい興味はあったので、はい、こんな世界もあるんだなって思ったかなと、うんうん、確かに海外っていうところは漠然と興味があったんだけれども、うん、実際先生がきっかけでこういう制度で行く人もいるんだみたいなところを感じたっていうのが中学生ですね、うん、早いですね実際じゃあ高校に上がった時はその思いをずっと持ってた感じだったんですか？そうですね、進路決めなきゃいけなくなってきてどうしようかなって思ってて、海外の意欲が先生のも相まって、うんで、うんうん、結構高まってて、国際関係学部とか、うんうんうん、なんかそういうのもいろいろ調べては見たんですけど、そういうところに行って自分が何をして、うんうんうん、その先の将来につながっていくのかちょっとイメージできなくて、はい、でなんかいろいろ考えてるうちに、それだったら手に職を持ってた方がどんな場所に行っても使えるしいいかなって思って、人のお世話したりとか考えるの好きなんで看護師向いてるかなと思って、うん、なるほど。その時は看護師になろうって思ってたと思うんですけど、それは海外っていうところも考慮した上で看護師っていうのを考慮されてたんですね。なるほど。じゃあ実際高校の時は看護師になろうと思って勉強しだして、大学は看護師の関係の学校に行ったって感じですね。そうです、看護大学に行って、うんうんうん、そうなんですね。でそのまま看護師になったって感じなんですね。その大学とか学校時代って海外とかって行かれました？行きましたね、うん、小学校の時からちょこちょこおばあちゃんとかに連れて行ってもらったりはしてて、はいはいはい、大学で自分で、うん、ベトナムのボランティアに参加して、一人参加とかが多いようなボランティアで、はい、個人のボランティアに1回行ったのと、あと大学4年生の時に国際看護学実習っていうのがあって、うん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 、その時もたまたまベトナムだったんですけど、うんうん、ベトナムに行って、で2週間国際看護学実習で、はい、1回目は個人でボランティアですよね。2回目が実習みたいな感じで行かれてると思うんですけど、それぞれどんなことされてらっしゃったんですか？1回目は確か大学1年生の時に行ったんですけど、うんうん、個人に行って子どもたちと遊んだりとか、うんうん、動物園行ったりとかをするボランティアで、はいはい、なるほど。で2回目の実習はベトナムの保健大学の学生たちと日本の私たちの大学の学生が一緒のグループになって、でベトナムの一番上の大きな病院からクリニックとか感染症センターとか、うんうんうん、いろんな病院とか場所に行って、
てシステムとか、うん、どんな風に病院が回ってるとかを学ぶっていう。あ、それじゃあもうベトナムの医療体制というか、そういったところを学ぶっていう実習があったんですね。すごい面白かった。どうでした？ベトナムの医療現場とかシステムとかいろいろ見て、自分の中で大きく変化とかってありました？いや、すごいあって、うん、ベトナムの人は家族がなんとかいろんな親戚からお金をかき集めて、うんうん、大きい病院に行かせたいんですよ。はいはいはい。なんで行った通通病院とか、一つのベッドに3人とか寝てたんですよ、うん、一つのベッドに3人日本だと最近コロナもあって言われてますけど、一つのベッドに一人の人がいて、うん、全部のベッドが埋まると病床率が 100% なんですけど、うんはい、3人とか寝てるんで300% とか200何パーとかになるんですよ。いや、シングルとかそんぐらいの大きさですよね。あそこに3人寝てるってこと？もうびっくりしてやば、衝撃的で、はい、だからみんな地域のに行きたがらない。なるほどね。地域のはもうスカスカで、うん、大きい方に行くから交通費もかかるし、うんうんうん、で家族も付き添うから、うんうん、病院の周りにいっぱい家族がいるんですよ、うん、何年前って感じですけどその当時はまだこうベトナムの地域医療がこれからってところだったのかなとか、うんうん、そういういろんなことを考えました。はいはいはい、まあ、確かに日本では考えられないような状況がベトナムでは感じたっていうところも含めて自分の中では衝撃だったって感じですかね。なるほど。でそういったベトナムでの実習を通して、大学卒業したらそのまま看護師資格を取るんで、そのまま看護師として働かれるっていう感じなんですかね。たまたま私が行ってた大学が国立病院機構っていう団体があって、うんはいはいはい、そこで働く看護師を養成する大学だったんで、へー、実習した大学のどこかで働くっていうのが。そうなんだ。でたまたま実習で心臓の病気を持った患者さんの看護した時にすごく興味深かったんで、心臓の専門の病院で働こうかな。うわ、すごい。あれ、それで大学卒業後はどこで働かれたんですか？循環器病研究センターって言って大阪にあるところで、もうそこで看護師さんとして働かれてたって感じなんですね。実際働かれてる中で海外で働きたいなっていう思いはまだ残ってました？ありましたね。入職する時に病棟の市長さんに3年経ったら辞めて海外で働きに行くので、はいはい、3年経ったら辞めますって最初から言ってました。期限付き職員みたいな感じになってる。でもこれ正職員で入ったんですよね？もちろんです、もちろん。その時どういう反応されたんですか？まず一人前にね、看護師としてならないといけないので、はい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 、まず一人前になるために頑張ってね、うんうん、みたいな感じだったかな。あー、なるほどね。そうなんだ、うん、じゃあもう3年で辞めるっていうのはもう自分の中でも決めてたんですね。そう、決めてました。実際3年働いて、その後は漠然と海外で働くっていうところだけ思ってたって感じですか？入るくらいには協力隊にひとまず、うん、行ってみようっては思ってて、まあいろいろ調べて、はいはいはい、調べた上で在家協力隊が一番自分にとってはいろんな安全とかやりたいこととか、うん、そういうのを考えたら最初のステップにはねいいかなって思ってたんです。あ、そういうことですね。じゃあもうそこまでイメージされてて3年で辞めるっていう決断を自分の中でしてたんですね。実際3年で辞めました？辞めました。有言実行したんですね。そこは3年で辞めて JICA 海外協力隊に参加しようって思ったわけですよね。 JICA 海外協力隊の応募のところもちょっと聞いてみたいなと思ってるんですけど、うんうん、国はアフリカがいいとかアジアがいいとか他の国がいいみたいなところって何かあったんですか？暑い国、スペイン語、地域の人たちとやり取りのある仕事、この3つをベースに決めたんです、はい、何を基準にこれはなったんですか、その3つは？いや、私寒いのがねあんまり得意じゃなくて、うんうんうん、行くなら暑くてオープンな明るい感じの国がいいなと思ってて、だってまあ英語じゃなくてで違う言語が良かったんですけど、せっかく行ったらそれがこの先も使っていけたらいいなって思ってて、はい、じゃあ英語の次に話されてる言葉がいいなと思って、うんうん、スペイン語。なるほど。じゃあスペイン語、この2つで大抵してもらえますけどね。じゃあ JICA海外協力隊もう多分中南米になるんだろうなと思いますけどね。で、あれ3つ目何でしたっけ？そうか、地域の人とやり取りのある仕事がいいなと思って見てていいなって思った仕事がたまたまニカラグアだった。はいはいはい。ちょっと少し深掘りしたいなと思ったんですけど、JICA海外協力隊の看護師っていう職種ってどれぐらいの案件数あるんですか？多かったですか？いや、何件くらいあったでしょうね。でもそんな多くはなかった感じですか？看護
講師で行こうと思って見てたんですけど、こう病院の中に入ってとか、あと看護師に指導したりとか、そういうのが多くって、私はそっちよりも地域の人に直接アプローチしたいだったんですよ。うーんって思ってたら、コミュニティ開発のジャンルでも結構そういう仕事があるねっていうのを見つけて、別に看護師行かなくてもコミュニティ開発で行って看護師っていうバックグラウンドがなんか使えたら、それはそれでいいかもしれないと思って、で看護師じゃなくてコミュニティ開発で。そういうことなんですね。自分のバックグラウンドとしてはやっぱり看護師とか医療っていうところあるけれども、別にそこだけで行くことが全てじゃないし、コミュニティ開発っていうところで地域に根付いた活動をしたいっていうところでコミュニティ開発を選択されたってことですね。なるほど。ちなみに行かれた国はニカラグアになるんですよね。ニカラグアではどういう要請内容だったんですか？井戸とボトントイレを地域に建てていて、教育プロモーターっていう仕事だったんですけど、建てたプロジェクトを持続可能なものにするために清潔にどうやって使ってもらうかとか、そういうのを地域の人たちとうまくやり取りして調整するのを手伝ってほしい。いや、めちゃくちゃ大変そう。そんな感じ。あ、そうなんですね。ありがとうございます。じゃあちょっと今までは国際協力に関してなぜ興味を持ったのかっていうところと、その後ジャイカ海外協力隊として応募された背景みたいなところをお話しいただいたんですけれども、この後はジャイカ海外協力隊で何をされてきたのかっていうところを具体的にお話しいただこうかなと思ってます。はい、はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございます。